ルイ・フィリップ・クレパンは、フランスの画家である。1830年に、テオドール・ユダンと共に、最初のフランス海軍公式画家となった。パリで生まれた、4年間、水兵としてソーダシ種やロロー種を経験した後、画家を目指し、クロード・ジョセフ・ベルネに、海洋画、ユベール・ロベールに、風景画を学んだ。1796年に、パリの展覧会に、 ブレスト港の艦隊を描いた作品を出展した。フランス復興制の開示、植民地大臣になったローラン・グービオン・サンシールから1817年に政府の海洋画家として働くことを依頼され、その職に就いたが、フランスの海軍帝徳の公式画家にアンブロワーズ、ルイ・ガルヌレが任命され、クレパンのエーティたちは権威のないものになっていた。58歳になった1830年に、 新たに設けられたフランス海軍公式画家にテオドール・ギュダンと選ばれることができた。その年、若いウジェーヌ・イザベーとレオン・モレル・ファティオと共にアルジェリア侵略を行ったフランス軍の活動を描きためにアルジェリアに派遣された。1836年まで海洋画家として活動した。代表作には1798年のフランス軍艦ラバヨネーズと イギリス軍艦アンバスケードの戦いを描いた作品で、1801年のパリのサロンに出展され、1834年までサンクルー城に飾られた後、最終的に国立海軍博物館に収蔵されている。ありがとうございます。